平田神社は東京都渋谷区代々木にある江戸時代の国学者平田厚種を祀った神社である。平田神社は復古神道を創始して古典文化の復興に寄与し、その学問は総合の国学として日本近代化の先駆けとなり、明治維新の原動力の源泉ともなった江戸時代後期の国学者平田厚種天保14年うる9月11日。 お採取する神社で、厚種は、没後の硬貨2年3月、神霊神柱大人の送りな命令信号を白川白王家より賜っている。学問文化、医学健康、豊かな生活、世直しの霊源新たかな神社として知られ、近年は、神代文字の御朱印が評判になっている。平田厚種を祭人として祀る神社の創建運動は、 厚ツの子孫や在東京の門人たちより始まった。平田神社の由緒を記した、明細書によれば、厚ツを祀った祠は、明治2年11月、当時、厚ツの養子で木武記者当主の平田鉄典が、居住していた京都の屋敷の中に創建されたとしている。そして、鉄典が永年暮らしてきた江戸に戻ってきたことに、伴い、明治5年8月、武蔵国葛鹿軍、 柳島横川町に平田邸の邸内者として平田神社が創始された。明治11年、鉄種の子、平田種尾が平田神社を正式な神社として認めてもらうよう、東京府知事、楠本正隆に宛てて上申書を提出した。なお、上申書に名を連ねたのは以下の19名であった。創建運動は実り、1881年11月。 明治天皇の貸金をもとに、東京小石川第六天朝に先座した。第二次大戦の空襲により小石川の社デムは消失。戦後社地が地下鉄社庫の用地として収容されることとなり、1959年11月に現在地に再先座した。歴代偶司としては、第六代の米田勝樹安が知られる。戦況遺文、七尾前の図1819年厚種は、 天狗小僧、虎吉の遺界での話を聞き書きしたが、文章だけでは物足りず、絵師を読んで、新選会の七尾舞を絵画で表現した。厚種が収集した書籍や文書の総工、書館類、物品、すり物、軸物等は膨大な数に上っており、厚種政居後は、鉄種の管理するところとなった。こうして伝えられた平竹関連資料は、 明治初年、政府収支局に保管されることとなったが、後に返還され、以後は、平田宗家の秘蔵するところとなった。木吹者門人の井上頼国や久保木ここは、門外不出とされた平田家文書を実験したと言われる。死資料は、平田神社宗家に以後は、同神社の所蔵するところとなった。2002年から2004年にかけて、同資料は、 千葉県桜市の国立歴史民俗博物館によって分析、公給され、その成果が報告書や企画展の形で発表された。目録としては、平田厚種関係資料目録、宮地正人編、平田国学の再検討がある。平田厚種大臣名。ありがとうございます。